こんにちは。こんにちは。みさきです。渡辺です。今日も始まりました。みさきの部屋です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は冬服に合う、可愛らしさ全開のモテ女シニオンです。なんじゃそらっていう感じやけど、まあ、モテ女シニオン、ちょっと言いづらいですけどね。はい、はい、お願いします。見てみたら分かると思います。おう、はい、ほんで、はい、リボン使ってちょっと凝ったアレンジになってるんですけど、うん、凝ったんかい。ちょっとだけ凝ったんですけど、はい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 、でもちょっとデートとか、あとクリスマスなんで、うん、ちょっと可愛らしさを出していきたいなと思いましたので、うんうん、はい、今日やってみました。はい、はい、よかったらみんなもやってみてください。はい、はい、それでは動画スタート。はい、 N ドットのオイルをつけていきます。全体的に髪がまとまるぐらいしっかりとつけていきます。全体の髪の毛を少し左寄りにまとめていきます。ゴムでしっかりと結んでいきます。トップの髪の毛を少しボリュームを出して両サイド2箇所ずつ出していきます。紐を短いのと長いのを2本合わせます。下から紐を通して結んでいきます。髪の毛をまず2等分に分けて、そこに短いリボンを1本ずつ合わせていきます。後ろのリボンも前に持ってきて3等分に分けた状態で三つ編みをやっていきます。手先でゴムで結んでいきます。髪の毛の部分を少し引き出していきます。根元に髪の毛を巻きつけていきます。根元にゴムをつけていきます。長い紐2本を上に持ってきて結んでいきます。蝶々結びにやっていきます。こんな感じでできました。ちょっとだけ凝ったアレンジですが、よかったら参考にしてみてください。